100円ドラゴン10パック開封していきますので、よろしくお願いしますね。狙いはバディレアはもう出たのか、これ。狙いハルバードですね。まあ、このメインの表紙のハルバードが出てくれれば一番いいっすね。あと、エルキホーテ1枚欲しいですね。もう揃うんで。ドラゴンワールド。あ、ポイントも欲しいですね、あと。お、いいね。お、ドラゴンアンセム。お、珍しい、これは。嬉しいですね。これ3枚目です。はい。これは良かった。で、まあ結構必要な設置魔法と、はい、カメさんですね。まあ100円なんですけど3パックしか入ってないというやつですね。ドラゴンワールド、ファイヤーロッド、ルーデルか、3パック目です。まあ本当はワンボックスでもいいんだけどね、100ドラは。もう揃ってるんで、ほとんど。あと、ハルバードぐらいなんでね。ドラゴンエナジー、ジャックナイフ。まあドラゴンアンセム良かったですね。個人的にまだあんまり持ってなかったんで。まああと少しで揃う。あとエルキホーテさえ手に入れれば、最高なんだけど。ドラゴンワールド。リフテナウアー。アストラルフォース、そしてドラゴンシールド、緑竜の盾。微妙なのが来た、これ。エルキホーテ来てほしいっすね。ドラゴンワールド、ブロンズシールド。レッドバロンか、まあいいカードだけど、もう十分に持ってるから、いらないっちゃいらない。ジャンヌ・ダルク、ラス・オブ・ドラゴン、ドラゴン・クラッシュ、ダブル・ソード、デストラル、インフェルノ・アーマードラゴンか。サイズ3なんですけど、これはもう結構持ってるんで、まあいいか。4枚手に入れてもいいし、別に。何パック目だっけ、忘れた。あと残り3パックですね。なんで7パック目かな。はい、ダブルソード、ラスオブ、アムラビ。まあこのカードはいいと思うけど、9パック目。今日超勝ち来ないかもしんないな、これで。ドラゴンワールド、マサムネ、ドラゴンエナジー、はい、騎兵学校、はい、ラスト。せめてポイントですね。3ポイントとか来ると思うんで、俺の予想は当たるはず。あら、ブレイドウィング、あー、ジャックナイフ、サンダーストーム、ハズレや。つうことで、今回は嬉しかった順に並べると、こんな感じですね。ジャックナイフ、サンダーストームが一番あんま嬉しくなくて、で、インフェルノアーマーが次に嬉しくない。で、一番嬉しかったです。ドラゴンアンセム。これは嬉しかった、本当に。はい。勇気士に使えるんで。しかも、ちょっとエルキホーテ出なくて残念でしたけど、まあ、今回はまあガチレア3枚なんで、まあ、よしとしましょう。ただ個人的な感想、ハルバード出したかったのと、あとそうですね、エルキホーテちょっと欲しかったなってのがあるんですけど、まあ、ドラゴンアンセムもまあ欲しかったんで良かったです。ご視聴ありがとうございました。